つが揃えばいよいよ決闘が始まる。これは マグル様、お立ちを。いい戦車場だ。今よりこの闘技場でワムー対ジョジョの古式にのっとった戦車戦を実施する。戦車戦、東大ローマの戦車デスマッチ。この戦車に乗り闘技場を戦いながら走り続ける。ワムー様かジョジョ、どちらかが振り落とされるか、あるいは走りの途中で叩きのめされるか。ゴールは真の波。やってもらうぞジョジョ。この吸血馬は150馬力。ワムー様にとっても操るのは骨が折れる。ワムーはパワーで馬を操るが、お前は吸血馬を波紋で操ることができる。ほんとか、凶暴だぜ。危ねっ。おい、なるほど、軽い波紋で操れるな。ワムー、ワムー、戦いの装束。ワムーのやつ本気だな。決して今やつはこの戦いを楽しんでいたり甘く見たりしてはいない。勝ちなさいジョジョ、我々は勝たなくてはならない。引き分けはない。ワムー、一緒に戦ってくれシーザー。行くぜ戦車戦。エイジャの石石をかけてジョジョ対ワムーの戦車戦を開始する。ここはスタートが肝心よ。お、おいワム、あんたの下も結構荒れてるよ。どかさなくていいの。ふん。ジョジョ、早く乗りなさい。スタート。なぜかワムー様がスタートで遅れたぞ。だっ、汚ねえ野郎だ。汚ねえぞ。よし、取った。貴様がハンマーを手にすれば俺は。門を喰らえ、ワムー。必殺モード神綱嵐。まさかこんなことが。だが構わぬ。早く新しい武器をトラックに出せ。なんだあいつは。何をしてるんだ。なまじ目が見えたか。視力に頼っていたから奴に今日疲れた。これからはこの角で明かりなくして風だけで物を見よう。ああ
った。だからどうだってんだよ。それぐらいで蹴押されてたまるか。うわあ、これはこのボウガンは引けねえ。うわあ、今ので間合いはつかんだ。次で必ず仕留める。何をしているんだ、ワムース様は。火炎を背にしてこっちを向いたぞ。何？弾はとんでもない方向に飛んでっちまったな。最後の最後まで諦めず攻撃したのは。アイアンボールが後ろから飛んできた。貴様、このワムー、なんて邪魔だ。このワムー、12000年を生きた肉体がこんなに無様に。今までのダメージも我が能力全てを利用して勝利をつかむ。な、腕を、波紋を食らった腕をちぎって胸の傷穴から打ち出した。そして我が風のファイナルモード。ファイナルモード、まさか。やめろワム、それだけはやめるのだ。ファイナルモード、根結殺。炎のそばゆえ、その肉体は耐えきれずどんどん崩れていくのに。しかしその無残なる姿、美しいぞ。勝つのはお前だ。勝って人間どもの生命でその傷を癒そうぞ。いたな、そこか。くそくぞ、根結殺。シーサー、頼むぞ。また火炎をよこすのか。何度やっても1メートル近づけば感知できる。ワム、今のシーザーのバンダナ攻撃でもはやお前は負けている。火炎瓶はあえて割らせるために投げたのがわからないのか。お前の能力が瓶をあっさりカットできたことが敗北につながったのだ。油は体内で霧状のガスになっている。そして細切れになったシーザーのバンダナは火が消えていない。その火も吸い込まれる。ワム、貴様は戦士としてはすごかった。だが俺にはシーザーという強い味方が最後までついていたのさ。うわっ、負けた、負けた、フォームーン様が。
やつは爆発程度では粉々になっても復元する生物。最も強いとされる拳からの波紋で消滅させるのよ。ついに決着がついたな、ジョー。ああ。何の真似だ。その煙は爆発の煙ではない。それは波紋症の煙だ。先に胸や足に食らった波紋はすでに全身に回っていたようだ。おめえらにとって波紋がどんなに苦しいかはよく知っている。もう治すことはできねえが、俺の血でせめて痛みを和らげて死にな。戦いは戦いで別、シーザーの死の悲しみは悲しみで別。俺もなぜかあんたに対して敬意を払いたくなったのさ。この血はあんたへの敬意なんだ。乾杯だよ、ジョジョ。どうやらお前は俺より戦士としても高みに立ったようだな。悔いはない。心からお前の成長が見れてよかったと思うよ。俺はお前に出会うために一万数千年もさまよってたのかもしれん。さらばだ、ジョ。ワムーは風になった。ジョジョが無意識のうちに撮っていたのは敬礼の姿であった。涙は流さなかったが、無言の男の歌があった。奇妙な友情があった。